大変申し訳ありませんでした。いやー、なんのなんの、頭上げてください。いえ、本当にご迷惑をおかけしまして。トネドの方からも丁寧なお詫びさいただきましたんで、もう気にしなくて。埼玉日報の方へは教会の付き添い付きで彼女本人に事後を当たらせてますので、どうぞ。正直たまげました。まさかあの方が牧さんじゃなかったかね。私がさすなべです。面目ございません。あなたのせいじゃねえから、ちょっと歩きましょう。で、そのあれはどういう方なんです？なんと言いますか、思い込みが激しくて。んでしょうな。でも悪い人間じゃないんです。いやー、そりゃわかります。頭も決して悪くねえ。ただ人間が悪くなくてもやらかすことはありますからな。やはり記事は読まれました？知らせてもらってから一応ね、あの方の交渉があってさえすりゃさほどの問題はなかったんでしょうけどね。あの子の交渉は交渉っていうか妄想なんです。裏を取らずに可能性ばかり求める嫌いがありまして。一世一言ですか。感じたまま書く力はありますね。恐縮です。でも人様の生活に言及するにはうかつすぎます。目のつけどころだけで物を書いてはいけないんです。なんですか、こう世の中の悪さはすっぽ抜こうっていう感じが見えますよね。そうです、よくお分かりで。いや、実はね、教会宛てにご著書を送ってくださいまして。え、あの、薄い本ですか？なんでも、式のことさ書いた謎解き胸岡つくだずつみ。ああ、そう、そう、それです。うわー、それは重ねて失礼を。知人の著作ですって添え書きさあったんですが、それをどうして私らにくださるんだろうって不思議でした。恥ずかしい。まさかご本人だったとはね。恥ずかしい限りです。式市役者がどうしてあんな不自然な場所に立ってるとかね、まあ面白かったですよ。ただね、はい、式がもともと宗岡と引き股に分かれてて、貧乏だった宗岡の味を差別しねえように市が気を使ってきたいうような記述は正しいとは思いますよ。でもどうもそのね、鬼の首っていうかね、そんなもんはとうに分かってることですからな。私らでさえ団地で勉強会作って、村の教育委員会の紹介でね、鳩ヶ谷と四季、それと三好町の郷土資料館くらいは何とか言っております。そうでしたか。四季の展示の半分は宗岡の利水についてです。いろは問いですね。勉強になりますわ。みんな小畑に先生のご尽力のおかげさまでね。先生の言い方さまねるなら、おみなしさんやあの方の交渉は宗岡の事情に傾きすぎて、どうも水系全体の気持ちが足らないように感じますね。伸び止め用水の水系ですね。んです。そもそも大事には水がねえわけですから、宗岡が特に富んだ土地だったはずはねえ。ね、太刀の一帯ってのは黒目川と柳瀬川に挟まれた新倉大地の端っこですよ。7世紀の朝鮮移民が開いた、まあ藤原長がはじめとする関東武士のゆりかごですな。その生産力さ援護するために、江戸期の玉の羽村から四季引股までの50キロなっけえ用水を開拓するわけでしょう。これはかなりの大事業ですから。いいですか。
河口で用水のこぼれに預かっただけの引き股だってもね、ちゃんとした都市計画の一部になってたんだから、そうそう一息に差別された村とも言えねえもんだと思うんです。まあ、宗岡の水争いは目沼のやつと並んで有名ですけどね、水系全体から考えたら宗岡のはとりわけでの差別待遇とはどうも思えねえもんだと思うんですけどね。すごいご見識ですね、会長さん。いや、浮き売りです。水源から河口まで歩きましょうよっていう小畑先生の熱意のおかげさまでね。さて、着きました。ここですか。あの人とは対岸からコツを見ましたんで。あの、そうしますと巣は、ムクドリの巣はまだありますか。ああ、巣だけはね、ここに、ほれ、ヒナはもういません。5月も末だからね。無事巣立ちましたか。今年はね、去年は蛇にやられたもんで穴さ狭めたんです。なるほど。そしてここが暗渠の起点になるんですね。んです。雨水の表示もあります。そしてこの備前堀川の本流の方を掘ったんだと、あの子は。そんなはずねえって、普通は分かりそうなもんだけどね。谷水減ってる時の茎よりさらに向こうからの本流のですよ。あんだけの水量をこれっぱかしの暗渠で流せたはずはねえでしょ。それに、よし、こっから下への 400m さ掘り抜いたって言うなら、竣工碑なり古文書なり何か不審の記録があるはずです。そもそも乳母ヶ谷落としは落としですから、これっぱかしの余り水流すくらいの幅しかねえんですよねえ。はい。どうかされました。それにね、あの人はあいつを見ようとしてる。あいつ、あの川床のそれ斜めに横切ってる。あー、なんでしょうね。橋桁ですか。あっちとこっちの、あれはね、伏せ腰の跡です。え、伏せ腰、サイフォンですな。ええ、じゃあここは水道橋じゃなくてトンネル？んです。え、でもこっから川床なんて4メートルぐらい落差あるのじゃ。そこは無理やり掘り抜くのが伏せ腰です。難工事でしょう。まあ今通ってるのは、この本流沢通ったのが17世紀の初めなら、その頃はもちろん、コンクリじゃなくてこう丸太さくり抜いて2つ合わせたような木のやつでしょうな。なぜ簡単な橋にしなかったんです？だって洪水切ったびに流されたんで、農繁期にそんな手間はかけられんね。よくあるんですか、こういう。伏せ腰ですか。はい。まあそこら辺が雪と目沼あたりと違って、ここらじゃよくあることです。はあ。ですからね、そのくらいのこともわからねえで、ここらの人心さ語ってもらいたかねえと。ねえ、そういうまあ一人だったわけです。言いますとね、何です、河口にわざわざ狭窄部さ設けて人為的に洪水を起こして江戸さ守った。まあ言ったね。筑田堤団地が武蔵森の人工邸の名残ですって。あ、困ったね。そんなもんね、この広い江戸ですよ。蛇行団の屈曲部なんつうのはそこら中にあったんだよ。土手が曲がってたら不自然だなんて思う方が不自然ですわ。じゃあやはり
本流は土手に沿って大きく曲がってたんですね。あの土手は自然堤防なんですね。はい、そうです。議論のやつに行くんです。大正期に蛇行ショートカットしてまっすぐに伸ばした時の芯の図面が残っちゃってますからね。あちゃ、別にわざわざ古文書館まで行かなくたって図書館で普通に開花になってる資料ですよ。それ調べねえんだもんな。なんともはや。じゃあね、頭の中にはねえんです。歩いてみた先にあったり、住んでみた跡地のケツの下にあったりするもんです。説明することはそれはできるかもしんねえけど、大切なのはね、説明できなくても分かってる人はいくらでもいるってこと。それをね、そいつさ飛び越して説明で物事をねじ曲げちゃいかんってことですよ。とりわけよそもんがね、やったらうまくねえでしょ。ここは例えば団地住民の土地である前に、団地さできる前の土地の土壌や船の土地ですから。土壌や船の、ですから万年地震の際に万年赤道水路の頭のとこに小類冷凍さ立てて、まあたたりだのなんだのねえように供養して、それでやっと我々は住んできたんでさ、そっか今年になってね、その慰霊碑が民有地にあったもんだから、森ごとをさら地に整地されちまいましてね。なんでもソーラーパネル建てるんだったっけ、だっけか、まあ私らもおかずだったんですが、これ写真だけ撮りましたが、こいつはもうねえんです。封印解かれていよいよ団地に病気団の洪水が来ねえか、もうドキドキですよ。熱くなっちまって。あの火と言いますと、あのあれですか、ご法ちりもなく。そうです、そうです。ご存知でしたか。教祖駒川さんもそれを聞いて胸を打たれておりました。あれは利根堂のお筆先じゃないんです。鈴江さんが夢で見た日のことを駒川さんに語ったんです。私その時いました。私も初めて伺った懇親会の集会でした。金さりって何だろうっておっしゃってました。教師さんが泣きそうになってたのも覚えてます。まだ高校生だったかな私。そうですか。いや、そう、初めはただの夢でした。でも後から見つかったんです。みちるくんって言って、おばだに先生の息子さんですが、ひょって遊んでて森で見つけたんだそうで。そうですか。もうないんですか。まあ火は大小ありまして、意外方はちゃんと保存されてあります。青毛堀川と火災寄せ、備前前堀川と備前堀の合流するところ、街道沿いの橋のたもとにこれからもずっとあると思います。慰霊のため。さてね、呪いを跳ね返すためだけとは限らねえと思いますけどね。